ついにお待たせいたしました。DHW030 バーサスソリス。今日はどっちがいいのか決めていこうかなと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。当チャンネルではこういった商品のレビューだったり、ラテアートのやり方だったり、コーヒーに関することを発信しておりますので、よろしければぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは行こう。やっ。はい、お待たせいたしました。それでは行こうと思います。もう一度紹介すると、デバイススタイル社の THW030 ですね。私はちなみに010の初期から持ってました。続いてソリス、今回、ソリスジャパン様からお借りいたしました。これは同じく、まあ、エスプレッソマシンで両方ともですね、要はどういうことかというと、まあ、バスケットは 58mm のサイズなんですよね。 58mm のサイズです。ここの大きさは 58mm ってことですね。で、家庭用マシンで 58mm っていうと、他にアスカソドリームだったりするんですけど、あれは置いときましょう。あれはもう僕はもうあんまり得意じゃないんで、まあ、置いといてやると、そうするとやっぱりデバイススタイル DH030 がまあ近い存在かなと、身近かなと、まあ、価格も安いんでね。で、もう一つ新たに出てきたソリスジャパンですね。で、今回はこれをですね、まあ、どう、まあ、比べていってどうなのかっていうのをお話できたらなと思います。で、一つ目、外装についてですね。はい、私はね、もう外装についてはもうソリスジャパンが圧倒的勝利かなと思ってます。まあ、デバイスについてはちょっとデザインがね、まあ、レトロとか言われるらしいんですけど、ちょっとそこまでかっこよくない。私は角張った方が好きなんで、その辺はですね、こっちに軍配が上がるかなと思います。で、価格に関しましては、こっちはだいたい2万円ちょっとぐらいじゃないですか、ね、で、こっちが5万円すぎるんで、まあ、価格に関してはまあ圧倒的勝利っていうのはありますね。はい。で、まあ、全体的な使い勝手についてお話ししていこうかなと思います。はい、こんな感じですね。で、ソリスジャパンの方はですね、実はこのカップウォーマーのところが大きいんですよ。だからちゃんとカップが温められるっていうのがあります。それとですね、温まるのは結構早いんですよ。もう本当にここにすぐヒーターがあるんで、ここにすぐありますね。すぐ温まります。はい。それに比べて THW030 は電源入れてもなかなか温まりにくいのがこのカップウォーマー。しかももうなんかね、1個ギリギリっていう感じですね。ちょっとでも大きいカップがあればもう入らないって感じですね。1個ギリギリです。こっち側はね、多分4つぐらいは入るんじゃないですか。で、さらにその上も置くことはできますので、まあ物置としてもいいんじゃないかなっていうのがあります。はい。それともう一つ使い勝手の一つとして、一応お湯が出ます。こっち側はちゃんとね。で、こっち側もお湯は出ると思うじゃないですか。実はこれ出ないっていう感じなんですよね。はい。ですので、こっち側の方がまあ使い勝手はいいんじゃないかなというのがあります。はい。それではエスプレッソの方を今からやっていきます。ちょっとドレンバー濡れてたりしますけど、ちょっとその辺はご了承くださいませ。こっち側に関しましては、一度抽出ボタンを押すとちょっとだけ出て一回止まります。で、その後再抽出が開始されるという、あの、自称紫光付きです。まあ、これがどう影響するかですね。で、こっち側は押したら出っ放しっていうね、もう止めるまで出っ放しっていう形になります。この違いがどう出てくるのかっていうのがポイントになってきます。はい。まあ、ちなみに TH030 に関しましては、あの、増幅弁は外してます。ですので、ハンドルは結構横までいっちゃうって形ですね。はい。それではいきましょう。で、コーヒー豆は両方とも LBO ブレンドを採用してます。はい、そうですね。はい、こんな感じで、やっぱりちょっと一瞬だけ出るのが遅いですね。さあ、それがどう影響出るか。はい、出してみましょう。ソリスの方とこっちはデバイススタイルですね。まあ、若干こっち側がガスが出たって形ですけど、まあそれは誤差として問題はないかなと思いまして、ビデオじゃ分かりにくいですけど、こっちの方が若干濃く出てますね。はい。で、豆の粉量は両方とも 18g ですので、条件は一緒にしています。引き目も一緒にしています。それでは飲んでいきましょう。はい、それでは飲んでいきます。先に THW030 いきます。うまい。まあね、LBO ブレンドなんでうまいっすよね。そらうまいっすわ。続いてソリスいただきます。うまい。
あどちらもうまい。はい、でここで、味がですね全然違います。はい、こっちがかなり整ったマイルドな感じにできてますね。結構どちらかというともう業務用に近いような味が綺麗に出てるかと思います。でこっち側に関しましては蒸らしがあったじゃないですか、あれの影響ですね。あの影響で結構ね味が濃く出てます。パワーがある感じですね。パワーです。はい、はい、パンチ力ありますね。ですのでマイルド派エスプレッソ、マイルド派でいきたい方はやっぱり THW030 に軍配が上がると思います。ですけど結構パンチ力のあるエスプレッソが欲しいってなってくると、まあソリスの方がいいんじゃないかなと思います。どっちも美味しいですね。これはエスプレッソに関してはどっちも問題ないんじゃないかなと思います。引き分けかな、これに関しては。はい、それでは次ラテアートの方行こうと思います。はい、それでは行こうと思います。まずは THW030 ですね。で使用するピッチは両方ともこちらのスタンダードの形のピッチャーですね。斜めカットのでかいやつではないです。普通のピッチャーを使っていきます。はい、で一応ですねこっちが THW030 はスチームがめちゃくちゃ強いと言われています。でまあ、ソリスに関してはめちゃめちゃ弱いって言われてますので、結構ね相反するマシンでございます。立ち上がりましたらそれでは行こうと思います。でちょっとこうやって垂れてますけど、まあ、マシンが何分古いんでね漏れはあるのはもうご了承ください。申し訳ないです。はい、行きます。そして超パワーですねこちら。はい、まあパワーはすごいですよ。すごすぎるぐらいすごいんで、ちょっとこれがねこぼれそうっていうのは正直ありますけど、本当業務用並みの温度の上がり方しますね。早いっすね、やっぱりね。また抽出側への切り替えも、早い方なんじゃないかなと思います。まあ、ミルクはこんな感じで、やっぱこうエスプレッソもこう綺麗な感じに出るんじゃないかなと思いますね。あ、こぼしちゃった。はい、画面動きます。こんな感じで、まあ、こんな感じですよ。やっぱ早いですね。はい、続いてソリスですね。まあ、こんな感じでボタンを押すとこう点灯して、点滅したら、あ、点滅から点灯したら準備 OK っていう形でございます。一応やっぱりそのスチームのパワーは弱い方かなっていう分類に入りますね。ではもうこう OK が出ましたんで、まあ、立ち上がりはねやっぱねこっちの方が早いんですよ。うん、はい、それではいきます。なんかねパッと聞いた音はねなんか強そうなんですけどね。はい、で一応これが弱い原因をですね、あーごめんなさい、弱い原因をですね視聴者さんとかが調べてくださいまして、どうも日本のソリスのワット数が1500だったかな、で海外の消費ワット数は1350らしいんですよ。だ海外仕様のやつは向こうの THW030 と一緒でフルパワーでいけるんじゃないかっていう説が出てますね。だ日本仕様のソリスがちょっと
あのアスカソに近い感じですね。アスカソも要はワット数が少ないんで難しいんで、ちょっとそれに近い感じがしますね。やっぱこう時間がかかるっていうのはありますね。なかなか完成しないと言いますか。まあこれのメリットは一つはやっぱり中ねちょっと薄くなるような気がしますね。牛乳がちょっと水が多いんじゃないかなと思います。要はワット数が少ないってことはヒーターの力が弱いんですよ。だからそこに常温の水がガン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 いきますんで、やっぱりね水が出るような気がしますね。ぜひ皆さん本当はあのドレンバン吹いてくださいね。こんな感じですね。はい、いきます。ラテアートはあんな感じでございます。やっぱりねこっちがね蒸気がブワーッと出るんで、やっぱねはーってなりますね。ちょっと焦るっていうのがで、こっちは逆になんで、まああまりこうビビることはないっていう形ですね。でもうちょっとすでに飲んでしまってるんですけど、やっぱ味的にはやっぱこっち側がですね甘みがあってやっぱうまいっすよ。うまいっす。でこっち側はどうしてもちょっと薄いんですよ。加水量が多いんじゃないかなと思いますね。だからやっぱこっちの方がうまい。めっちゃうまい。はい。こっち側の方がうまいです。はい。まあね、はい。総評いこうと思います。はい。で、これね、やっぱりコーツつけがたいっていうのはあります。そうなんですよ。あ、デザインで選ばれる方は多分こっちでしょうね。ソリス行くと思います。ただ、性能と言いますか、もう要はその性能と言いますか、まあその数値とか大好きな方も多分こっちに行くと思います。だから要は、クロート思考、素人思考みたいな感じで、マシンを選んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、どっちも長所短所がすごすぎるんですよ。で、こっち側はですね、スチームがブワー強いじゃないですか。だから初心者さんの方でしたら一発でブワーッ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 となると思いますんで、まあその点はこっちがいいんじゃないかなと思います。はい。でまあどんどん突き詰めていった時にちょっとこっち側はストレスを感じる可能性があります。でこっち側はもうパワーがあるんで、まあなんとかなるみたいな感じですね。でちなみにこっち側は2杯分のラテも、余裕でいけます。こっち側は2杯分はむちゃくちゃ時間かかるし、むちゃくちゃ大変だと思いますんで、結局ラテ1杯ずつ作るみたいな感じになってしまうのがあります。はい。な感じでですね、皆さん、選ぶ参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、コメントで、ね、ぜひね、私ならこっちっていうのをいただけたらなと思いますね。はい。まあ本当に今回は、ソリスジャパン様ありがとうございました。マシン化していただきましてありがとうございます。で、私も結構使い倒しましたので、何か質問などございましたらですね、コメント欄だったり、公式の LINE の方でですね、直接やり取りはできますので、ぜひね、そちらから質問をどしどしいただけたらなと思います。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひね、こういった内容をお伝えしておりますので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。